アーサー・ホームズはイギリスの地質学者である。地質年代測定に放射性元素が使えることを発見した地質学者の一人である。ニューカッスルから南東に5キロメートル離れた町であるへ、バーンで生まれ、幼少期をゲーツヘッドで過ごした。1907年にインペリアル・カレッジ・ロンドンに入学。最初は物理学を学んでいたが、後に地質学に転じた。 1909年から、レイリー卿の下で、ウラニウム鉛法による年代測定の研究に従事した。1911年には、モザンビーク体験隊に加わり、この時の成果により1917年に博士号を取得した。1912年から1920年まで、インペリアルカレッジロンドンの助手を務めた後、約3年の民間企業での活動を挟んで、 1924年にダラム大学で地質学教室を創設、それから20年の間教授を務めた。1942年王立教会フェロー選出。1943年から1956年に退官するまでエディンバラ大学の地質学鉱物学教室の教授の職にあった。地質学者としては当時少数派であったアルフレート、 ベイゲナーの大陸移動説の支持者であり、1928年には大陸移動説の最大の難問であった大陸を移動させるのに十分な力を持つメカニズムとして地球内部の熱による対流を想定する説を提案した。彼自身はこの仮説を証明する実験的な研究は行わなかったが、その後の古知磁気学をはじめとする研究の進展により、この仮説は 受け入れられている。これは、マントル対流説と呼ばれ、現在のプレートテクトニクス理論のもととなった。ヨーロッパ地球科学連合はホームズを記念した、アーサー・ホームズメダルを創設した。ありがとうございます。